今日は何作ってくれる感じですか。今日は、自家製のパンチェッタのグリルと、白ネギのソテーに今日はします。はい、グリル板家やったらホットプレートでいいですよ。ホットプレートで焼きます。はい、ええ音してますね。ずっと豚のバラ肉なんで、やっぱりですね、塩でマリネしてるとはいえですね、油分の、ここの油分ですね、この油分がちょっと嫌なんだって言われる方もいらっしゃるんで、ここは後ほど焼いていきます。匂いバリ最高これはうまいね。これはね、ひっくり返すタイミングね、こうどこ見てるんやって言ったら、このちょうどこの際のところですね、境目です。これが焼けた色してたらひっくり返したのかって思って、ひっくり返したらこういう感じでいい焼き色がつきます。はい、こういう感じですね。人それぞれなんですけど、まあこうちょうどいい感じにバッテンを後でつけるんですけども、反対向けて焼く人と、今僕がやってみたい反対向けて焼く人と、そのまま向き変えて焼く人、先にこうここにバッテンをつける人いてますけど、おすすめはひっくり返してバッテンつけた方がお肉縮むんでいいんではないかなと思います。で、お肉はどうしてもこう浮いてきますから、縮んでちょっと時々押さえてあげるといいかと思います。焼けてきたので、じゃあ次これをひっくり返します、ね、こう、あくまでも90度90度です。同じ方向に向けて焼いてあげてください。まあ作る時に豚バラをですね、塩と砂糖とええ感じに混ぜてですね、それでこう漬け込んでるんですけど、お砂糖が入ってるんでちょっと焦げやすくはなってますから、ずっと強火は危険です。それ市販のベーコンも同じように砂糖入ってるんですか。それは知りませんはい、だから市販のベーコンはいろんな私たちが知らないようなこうね、おそらくいろんな調味料が入るんで、はい、じゃあこれをひっくり返します。バッテンなってるかな。なってますね。美味しそうですね。はいはい、バッテンにちゃんとなってますね。これはこの私たちでもそうですけど、忘れるんで向きを、向きだけ覚えていてくださいそしたらプロっぽく見えます。仕上がりがね、やはりちょっと綺麗に見えますんで、次はこの油を焼きましょう。そしたらですね、こういう感じになりますんで、まだパリッとしますからね。はい、こういう感じになります。こっち側も焼きます。ちょっとしたひと手間を加えてあげるとワンランク上の料理になりますんで、めんどくさがらずにこれはやっていただいた方がいいのかなと思います。あとですね、こう焼きますよね。そしたらちょっとこの鉄板だったりとかですね、こういうグリル板につきますよね。これ焦げなので、どうしてもすぐ洗っちゃう人いますけど、もったいないので、ここにケールがあったんでケール焼いちゃいます。ケール焼いたら美味しいんですよ。
この、 パンチェッタに塩分がいっぱい入ってますから、あまり塩コショウはしなくていいです、いろんなものに。はい、でこうちょっと焼いてやると色がですね濃くなって、わかるかな、濃くなって美味しそうに見えます。はい、これはもうサッとでいいんでね、こんな感じですね。はい、じゃあ次ですね、メインのネギにかかっていきましょう。やっぱりまあ白ネギなんでね、このはいしましょうかね、これぐらいの長さに切りましょうか。でご家庭だとですね、ここの青いところはどうしてるんでしょうか。ここも美味しいんでね、はい、一緒に焼いていきましょう。でこのネギの部分ですね、なかなか火がちょっと通りにくいので、こう軽く包丁を半分ぐらいかな、半分ずつぐらいに入れてあげるとですね、ちょっと焼いた時ね、軽くばらけたりとかしますけど、火の通りは早いのと甘く仕上がります。イタリアンといえばトマト、トマトがあったらね、なんとなくちょっとヘタを取ろうかと思いましたが、これも飾りに使いましょう。はい、豪快に焼きますか、これも。はい、このイタリア産のですねオリーブオイルを入れまして、ネギから焼きます。ネギの大きい太い方ですね、太い方から、これゆっくり焼いてくださいね、ゆっくり。野菜は水が出るんで、あまり先に塩を打たないことですね。で表面がこんがりこんがりちょっと焼けるまで、ネギだけでゆっくり焼いてください。こうやって全面にこう焼き色がついたらですね、今度はフライパンの中に温度の高い低いがあるので、ちょっと低いところにちょっと避難をさせます。はい、でゆっくり火を通していきます。トマトはね、ちょっと粉を、小麦粉ですね、水分がどうしても出ますんで、少し小麦粉を打ってですね、さあ焼きます。で表面をパリッとさせるように焼いていきます。でその間もネギがちゃんと焦げないようにですね、芯まで火が通るように、はい、ちゃんと見といてくださいね。いい感じにこう全体野菜がですね火が入ってきたら、ここから盛ったらネギがちょっとしなっとします。はい、ここで最後このネギの頭も焼けたらですね、はい、イタリアン洋食といえばですね、白ワイン、これかけます。はい、で止めます。ちゃんとアルコールは飛ばしてくださいね。これで、はい、焼けましたんで、じゃあ次は盛り付けに入っていきたいと思います。盛り付けていきます。高さのあるものから盛り付けた方が綺麗に見えていきますんで、まずこのメインの白ネギですね。はい、で次がトマト、で、このネギに、ネギの白いのに緑の、はい、この部分ですね、よく合います。で、先ほど焼いたケールですね、ケールをちょっと半分に切ってみてですね、はい、焼き上がったこのパンチェッタですね、
このパンチェッタをですね盛り付けます。そして覚えてますか、このちょっと取っといたこの、トマトですね、トマトのヘタをこの上にのして、ここの上にちょっと塩をあしらってもらってですね、でなんといってもオリーブオイル、これはもう調味料やと思って怖がらずかけてください。はい、これで完成です。